それでは、アイソレートの説明ということで、概要なんですけれども、まあ、こちらアイソレートにつきましては、まあ、現在感染拡大しております新型コロナウイルス感染者の傷病者をですね、病院へ搬送する際の、救急隊員や同乗者の感染防止と二次感染防止の観点から全国的にも、急速に、導入が進んでいるところです。もう一つ、救急要請を受けてから、出動するまでの準備時間なんですけれども、今までは救急車内の養生というところで、他の、資機材とかにですね、患者さんの飛沫が飛ばないように、ビニールでこう養生して覆うような作業をしてから、さらに今こちらで、今準備進めておりますけれども、感染防止をすべて着込んで、出動するというところで全部含めて約40分ぐらいかかっておりました。これが、今からお見せします、コロナの対応ということでアイソレーターを組み立てることによりまして、養生が、省かれるというところで、おおむね約20分ぐらいを予定しておりますけれども、だいたい20分ぐらい短縮できるのではないかと考えております。今後さらに訓練を重ねまして出動準備時間の短縮に努めていきたいと思います。対象事案につきましては、保健所から新型コロナウイルス感染症の傷病者を、搬送してくださいという搬送協力があった事案、もう一つは、医療機関から、新型コロナウイルス感染症の疑いの患者さんを、次の病院に転院搬送先の病院に搬送してくださいという、依頼があったもの、この2つにつきまして、これから対応していきたいと考えております。想定なんですけれども、保健所から発熱および呼吸器症状のある、新型コロナウイルス感染者の搬送協力があったもので、出動するということで想定を、させていただきました。それでは、保健所から出動要請がありましたので準備願います。よし、開始。捜査始め。よし。特備調子。
解。よし。 SP4 2測定。